ございます。5月2日金曜日 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの高畑がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。今日もドルは基本的に強い地合いを維持しているようです。ユーロドルは昨日のヨーロッパ時間に薄商いのマーケットの中大口のユーロ売りが観測されて大きく下落しました。その後ニューヨーク市場に入ってからも 1.5500 ドルにあったストップをつけて一時 1.5430 ドルレベルの安値をつけました。ニューヨーククローズにかけてやや戻してはいるものの今日の雇用統計を前に 1.55 ドルを割れて終了したことからユーロ先安感は今後も継続しやすいでしょう。それではチャートを見てみましょう。今日はユーロドル相場です。ユーロドルは昨日の下げで 1.55 ドルの大台を割り込み日足均衡表の転換線と基準線も 1.5725 ドルと同じ値となってきました。おとといの終値と地高スパンの逆転に続いて転換線と基準線の関係も逆転したことで中期的なユーロ安傾向がまた一つ補強された状態となってきました。ニューヨーククローズの 1.5475 ドルレベルは雲の上限と週のゾーンとも重なり一旦は下げ止まりやすい水準にありますが来週以降は雲の中へと入り込んでくる動きが高いと考えます。現状は 1.5520 ドルレベルをレジスタンスに昨日の安値 1.5430 ドルレベルがサポートとなっています。以上今日の AM テクニカル分析を終わります。次の放送はお昼の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの高畑がお送りしました。